上手に言えましたね、うん、はい、本日はこちら、これかなり大きいね、うん、パパにハムちゃんのお家の枠組み作ってもらいました、うんうん、まあ、外壁ですね、言うたらお家の、うん、かなり大きいよ、うん、こちらなんと2階建てになるんですね、うん、はい、床下ほんと落ちない、そう、落ちないように、やめてやめてやめて落ちないようにちょっと柱を立てたり床張ります、ああ、あと家具を置いてもらったりして完成させてもらいたいと思います、はい、で出来上がったらハムちゃんたちに遊んでもらって、まあ、機嫌が良かったらですけどね、起きてたら、はい、はい、それでは早速ハムちゃんたちの大きなお家作っていきます。そう、はい、まず最初に作っていくものはこちら、仕切り、仕切り、これもパパに作ってもらって間取り考えたんですけど、あ、反対ですね、え、マジかこうですね、あら、ま、設計図というか間取り、あー、ママの汚い絵が見られてしもうた設計図、一応こういう形で作ろうかなと思ってます。で、壁やね、大工さんのパパに壁を作ってもらいました。まあまあまあ、お風呂がこっちだからこうかな。とりあえずこの仕切りを置いて、ここまず固定しなあかんな、ゆらゆらしたらあかんから、うん、ボンドで貼っていくのと、お風呂周りそのタイル貼りたいねんな、夢、うん、先貼るか、うん、じゃあ早速作業していきましょう。お風呂どこ、お風呂、ここっちゃう、そうそう、はい、これお風呂場のタイルで、よかった、結構難しいよ、綺麗に貼るの。そうだ、お、いいじゃん、いいじゃん、すごい、すごい、すごい。で、ここに、じゃあボンドでピーって、じゃあお次、洗面所とお風呂の敷居をつけてください。はい、2階が落ちてこないように、これ柱、ここ、うん、そこ、はい、はい、お次なんですけども、まあ、2階に行くための手段何か分かりますか。はい、分かる人、はい、はい、2人とも、せーの、エレベーター、はあ、あの上下に動く、何言ってんだよ、上下に動くやつ、うん、エスカレーター、うん、惜しいですね、実はエレベーターなんですね、そう、パパが作ってくれました。エスカレーターってこっちか、そうやで、エスカレーターこう上がっていくやつやで何も違った、たまによう言うてんもんね、エレベーターのことエスカレーターどういう仕組みか紹介してる。ね、まずこうやって置きます、うん、ここにハムちゃんズの穴が開いてます、うん、ハムちゃん入るかな、この穴に、わかるかな、で入ってもらったら、入ってもらったらこれで、この釣り竿で回すと上に上がります、上がります、上がりますはい、下がりたいときはこうやって、パパが夜な夜な作ってくれました、このエレベーター。ちょっと作ってるところ動画撮るの忘れてたんですけど、色はママが塗りますはい、じゃあこちらどこにつけますか。ここ、こっち、僕が覗いてた穴、ここに、サイコロの穴のところ、ここ、うん、ここね、穴にぴったりのところ、ぴったし入るかな、この穴で、あむちゃん、ちっちゃいな、しかもビビリやろ、で動くやろ、オッケー、オッケーだ、あれちゅう、けるできた。で、これちょっと乾かすまで固定しとかなあかんから、なんかパパがなんか工具貸してくれてたで、これでボンドが固まるまで待っときましょう。はい、はい、はい、お次、2階部分の床を張りましょう。はい、はい、スポンジ、ゴージ、スポン
この間あの前の公園で使ったスポンジシートやな。スポンジシート、こちらダイソーで購入しました。これどっしり反応。食べないからお姉ちゃんでお願いします。なんでー。開きます。2回部分ができました。はい、はい、ではお次食事です。食事じゃございません。こちら何ですか。家具、ダイソーで買いました。ダイソーで購入した家具たちですね、うん、じゃあ新しいので開けよう。開けよう。まず洗濯機、入れそう入れそう。すごいリアル。これ何ですか。棚覚えた。覚えた。次、子供部屋に置くクッション。はい、クッションです。かわいいよね。最近100均でこういうミニチュアのグッズ多いよね。ね、ひら、おトイレさん。タイル、おトイレさん。うわ、掃除道具まである。レバー引ける。レバー回る。コンロと、水道。これシンクと言います。シンク、椅子。椅子、ちょっと高いよね、この椅子。あ、かわいい。ベッド。ベッド。あるこちら、フロー、バスタブ。お風呂、バスタブ。机。テーブルですね。はい、ではこれでしょうかな、家具は。はい、少ないです。あと2階部分。2階部分の家具もあるんです。それは後ほどにしますか。はい、では家具設置してください。いいの？いいよ。フロー。あー、一気にもうお風呂になった。洗濯機、ここら辺。洗濯機置き場。これな、洗面所が欲しかったんだけど売ってなかったんだ。鏡。あ、鏡あったで。どっかにある。鏡。はい、鏡でベル付き。これさんの鏡なんかな。そうで。ここ。枕これ取れる？枕貼り付けといて。うん、僕がやる。うん、どうぞ。ガチャン。ガチャン。お家っぽくなってきましたね。はい、タンス、ここでお願いします。どこ？赤？うん、ここ？トイレの枕。トイレの枕。もう入り口に置いておったら。うん、はい、足折れたやつ。足折れた。高っ。高いな、座られへんな、これ。まあ、おやつでよっこいしょってすれば。よっこいしょできる？できる？できる？足。できる。さっきでも置こう。最後、はい、子供部屋のクッション。よし。よし。これでいいか。ここは。あ、鏡が。鏡が落ちてる。テープかなんかで貼り付けとかなあかんのか。着るとちょっと長さ合わせるみたいな。おー、どう？おー、ちょっと低くなった。もうちょっと低くする？椅子の方が低くてなあかんね。椅子高っ。はい、ではお次、2階の床を貼り付けるんですけども、その前にこれを取ってください。出ますか？ついたかな。なんかグラってなったけど大丈夫。ケリ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 。エレベーターのケリケリかな。ひっついた？ひっついた、ひっついた。僕の椅子乗ってくれないと思う。多分な、巻かん方がいいと思うで。ヒュッて上に。シュート上に上げた方がスムーズになる。うおー、怖っ。到着って言って出てきてくれる？なんかここ隙間にある。こんだけ隙間出れる？無理。2階の床置いてください。じゃあどこら辺から？ここ？うん、ちょっとお姉ちゃん、はい、喧嘩になるから。ちょっと隙間ないように。隙間ないよ。噛む。うん、噛んじゃいそうなのでトンネルを設置。
なんか豪邸やん。これあるだけですごいですよ。うん、なんか変わるね。昨日の夜、パパに見てもらっていろいろ改善してくれました。まずはエレベーターのつける角度が間違ってたみたいで、おまこをつけてたんやけど、こう回してつけてもらって、こうハムちゃんの乗り降りがしやすくなりました。わかるかな。と穴がぴったし、そう、気をまたいでたらちょっとハムちゃん足はまっちゃう恐れがあったので、ぴったりフィットにしてもらいました。危険がないのでね。あとこちら、玄関ですね。入るところ作るの忘れてたので、そこ、そう、扉作ってもらいました。あと真ん中の柱、ここについてたんですけど、こっちに移動しました。後ろが見えづらかったので、縦にして場所を変えてもらいました。あとはお風呂のアヒルさん、お風呂のアヒルさん見つけたので置いたな。あと最後こちらは保険ですけども、エレベーターがもしかしたら怖くて乗れない可能性もあるので、スロープ、まあ、トンネルで作ってもらいました。ここを上がると2階に登れるということで、ベッドからな、寝室から何でか2階に行けるという道を作ってもらいました。はい、今からですね、これでも十分すごいんですけども、今日はこの2階部分の家具を設置して仕上げていきたいと思います。あとなんか細々した100均で買ったやつ、必要なものだけ置いて飾っていきたいと思います。これにしよう。ここにあのもりもり野菜とかひまたねとか置いてあげたら食べてくれるかな。では、はい、タンスはここでいいんじゃない。で、倒したりしたら危ないので、ボンドで焼酎出さないで、焼酎日本酒か。可愛くなった急に。晩酌タイムなる。ダメ。めっちゃお皿洗われてる。はい、では2階部分の家具、こちらちょっと内緒にしてたんですけど、開けてみてください。え、見て、すごい、これ2個入ってる。うん、あのね、この椅子が1個しか入ってなかった、椅子が2個欲しくて2セット買いました。すごいバーベキューでじゃーん。もうちょっと大きかったらよかったんやけど、出なくって、中に入れたらあかんや、住むじゃないんだから。あ、そっか。おお、高さちゃん、すごい。夢が細かい作業しております。オッケー、これは魚の上に、水色の砂欲しい。ね、いろいろパパに言った。で、ではポンはい、オッケー、ポン完成。では完成したので、おやつ、多分こうびっくりしてあまり進めないと思うので、おやつでちょっと、言い方悪いですが、おびき寄せましょう。ご飯ご飯ご飯お
おやつたくさん喜ぶようにいろんなところに置いておきましょう。貸すじゃん、そこ。いけんな。ここに。最初ここから入ってくるから、最初ここ通ってもらえるように、トンネルにも置いとこう。ここにジュージューしとこう。ジュージュー。あ、やばい、あんなに入る。ジュージュー。はい。お皿にも。だけでいい。あ、リンゴ。リンゴ。10。エレベーター。そう、エレベーター問題よ。エレベーターの中に1個お願いします。いいよ。あ、ごめん。よいしょ。入った、入った。あ、お腹いっぱいならないようにちっちゃめのやつにしよう。どういう大きいの流れちゃうもんね。いろんなところにお野菜とパリパリリンゴを置きました。じゃあそろそろ登場ですか。そうです。ついにハムちゃんの登場でございます。入り口、入り口がこちらです。登場。僕行けるかな。怖がってる。行けないよ。ビビリですか。あそこにおやつ置いてない。あ、入った入った。閉めて閉めて。いらっしゃいませ。早速。あ、1個ゲット。かわいい。あそこで食べちゃうんか。あれ通らない。食べて戻る。戻らないで。ハムちゃん、ハムちゃん、ハムちゃん。ちょっと行く。大丈夫大丈夫。綺麗だ。取った取った。かわいい。取った。第一関門突破です。まずはここでおやつを回収です。ちょっと初めてのところだからね。びっくりしている。これ、これ、クッション。よし。めっちゃおいしい。かじらないでください。さあ、でも、エレベーター乗りますか。早速乗りますか。まさかの、まさかの、まさかの、乗った乗った。ゆっくりして。ゆっくり行きますね。上から支えてください。下からか。支えてください。行ってきました。すごい。そんな、すごい。信じらんない。すごい。っていうか、一回全然満喫する前に二回ちょっとですけど。プールでしよう。プールは、おばちゃん、プールは。おー、楽しいね。かわいい。くっつけはつかめへんけど。かわいい。食べてないです。下りは怖いみたいです。怖い。エレベーターよりビビっております。うん、そう。スロープの方が怖いんか。うん、食べてる。パリパリリンゴゲット。写真いろいろ撮ってや。写真スポットたくさんよ。今写真撮った。あの時彼氏撮ったら。綺麗に撮る。バーベキュータイム。めっちゃ可愛い。透明で出れると思ったら壁が出れたとしても落ちるよ。ちょっと遊ぶ。2階で遊びますか。降りるところが分からん。かわいい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 。降りますよ。おかえり。おかえり。
も行ってほしいな、お風呂。確かに。マブちゃん、マブちゃん。普通には曲がれない。リビング行ってなくない？到着です。座って座って。可愛い。そうですか。テーブルの上。可愛い。あかない。そこだけ荒らしたね。あ、それ食べれない草です。すみません。ママがね、ちょっとやめたんですよ。なんか料理してるみたい。お前や。シャンプングツ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 ですけど、グツグツ。かわいい。お風呂は行きますか。ここ匂いする、匂いする。洗濯機なの。こっち行ってほしいな、あれ素敵に。トイレ行く。そっち好きだよ。こっちら辺好き、結構来たところ行く。まあ、こんなもんかな。出る？たそさんはもうこんな感じかな。こんで終了。はい、たそさん退場でございます。ありがとうございました。はい、こんにちは。どうも。入った。いらっしゃいませ。いらっしゃい。飲みよ。いらっしゃいませ。大きくなったな。大きくなった。おやつたくさん。パラダイス。まずどこ行きますか。お、ポンちゃん、いらっしゃいませ。こんにちは。これね、おいしいか。かわいいな。クッションはかじっちゃダメよ。意外とかじらない。うん、えらいある。えらい。うん、えらいか。残りそう。やった。かわいい。目はここ着きますか。まさかの夢。ゆいこちゃんも意外と行きますね。びっくりしてる。大丈夫。じゃあ、かわいい。待って、こっち見て。プリケツ。かわいい。トモケツある。かわいい。到着です。あ、かわいい。食べ食べて。ここ行きますか。バーベキューしてほしいな。バーベキュージュージュー。ごめん。あ、いい感じ。あ、かわいい。あ、かわいい。え、帰んの。帰んちゃうの。まだまだダメだよ。かわいい。かわいい。これ100分。10分なんこれ。うん、かわいい。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 乗りますか。ちょっとちっちゃいか。トマピン君大きくなりすぎて、ちょっと椅子をちっちゃい。冒険してる。なんか食べてる。ここに置いた。置いたよ。置いたんか。いけるんだ。初めての寝室ですね。おー、寝室に到着。ベッド猫がて。それはちょっと難しい。あ、ベッド乗った。ちょっと無理ですね。おお、リビング到着。ごめんって。料理しますか。お料理マフィンちゃん。お料理に乗りますか。食卓乗りますか。
乗ってる。お鍋の中を見てくれないのね。お風呂やってほしいな。お風呂見える？見えた。何か来たぞって思ったんちゃう？おぽいった。早っ。はい。お風呂の中にありますよ。アヒルチェック。入った。反対で。鏡見てくれへんかな。鏡。見た。見てる。トイレ。全部行ってくれた。これで全部じゃない？全部。ちょっと便器の中に頭突っ込むよ。取った。早っ。取れたかな今。おトイレです。ちょっとちっちゃいね。おトイレちっちゃいです。いいねね。もう一回リビングに。そこ通れないよ。あ、食べないで。食べれない野菜お食事でございます。お鍋浮いてる。一瞬浮いてたね。すごい浮いてる。キッチン乗った。さすが筋肉。鉄棒で鍛えてるだけある。すごいね。全部いったね。すごい勇敢。はい。やぶか。すごい。あ、もうお帰りですか。帰る。帰りました。はい。出口はなしですよ。あ、帰った。急に帰った。さようなら。さようなら。楽しかったです。はい、ということで、どうでしたか？かわいかった。大成功やったね。うん、よかった。いろんなところ全部お部屋行ってくれたし、ポップさんもね、あとお風呂、あとお風呂と脱衣所とトイレだけな、行かなかったけど、うん、まあ、ビビリのホップさんとしてはもう大成功やったね。ポップさん、あのちょっとだけ汚いところは行ってない。トイレってこと。トイレとかお風呂とか。いいんじゃない。トイレの便器の中顔面突っ込んどったね。エレベーターもうまいこと乗ってくれてな。うん、大成功だったね。うん、はい。これはどうする？置いとく？絶対置いとかないと。これはダメだ。別荘として提案ポの時にまた遊ばせてあげる。うん、はい。皆さんも今回のハムちゃんたち可愛かった、いいのできたねって思ってくれた方はぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。もしよかったらチャンネル登録グッドボタンよろしくね。 Twitter とインスタのフォローもよろしくね。バイバイ。大丈夫？なんか出たよ。